今度のターゲットはかなり手強いやつです。気をつけてください。ですから決して逃がさない異常の人、闇の飛行士と呼ばれる男だぞ。そんな俺に向かって気をつけるな。なんという言い草だ。すいません、申し訳ありません。でも今までに7人のヒットマンを送り込みましたが、全員返り討ちに。なんだと、そんなバカな。もしかして腕利きのボディーガードをつけてる。いえ、おむつならつけてるようですが。ならなんで。さあってあのな、狙う理由はそんなに重要なガキなのか。ええ、かなり。というと、どこかの外交官の娘か、それとも政治家の。いえ、親は築地の魚市場近くのスタジオで音響監督やってます。なんなんだよそれは。音響監督の家庭をぶち壊すのにわざわざ俺を使うなよ。声が大きい。もちろん他に理由はあるんです。なるほど、そうだろうな。で、実はこのガキ、うちの組長の車に10円玉で傷を、それも12センチもキキキキって。キキキキキじゃねえよ。だからよ、そういうことで俺を使うなって言ってるんだよ。声が大きいってば。俺を誰だと思ってるんだよ。さっきも言ったろ、百発百中の死神、闇の貴公子、ミスター G だぞ。その俺が何が悲しくて幼稚園児の相手しなきゃなんねえんだよ。ですから、すでに7人の殺し屋がですね。そもそもそれがわからねえんだよ。一体どういう奴らを送ったんだい。はじめがアリ3匹、次にのみー4匹。何が仕事ですかあんた。そりゃこっちのせいだ。何なのね。なんでアビ3匹なわけねえ。いや、あの連中はですね、なりはちょっと小さいですが、実際に会ってみるとなかなかの働き者で。アリの評判なんて知らねえよ。そんなもんに仕事を依頼してどうすんだい。ヒットマンのつてが少ないもんで、つい。だったら初めから俺に頼めばいいだろう。どうしてアリとか飲みの後なんだよ。腕前を考えて。俺ら帰る。この仕事はなしだ。どんな。ちょっと待ってくださいよ。約束の前金はもう渡したんですから、やってくんないと困ります。前金なら返す。幼稚園児だの、アリだの、飲みだの、こんな馬鹿げた依頼受けられるか。自信がないんだ。ぶっ飛ばせんぞこの野郎。ならどうして。だから。ははん、わかったぞ。ミスター G はもしかして。なんで。あの噂のですね。え、そうか。かそんじゃしょうがないよな。幼稚園児は寝られませんよね。何の話を。大人の〇に相手をしてもらえない。ねじ曲がった変態野郎。
確かにこの仕事は無理だよな。他当たろっと。貴様、誰が変態だ、誰が。ああ、でよく行くと思った。売り場のもが目当てだったのか。人聞きの悪いこと言うね。大丈夫ですよ。毎日毎日近所のでビデオのふりしてるなんて誰にも言いませんから。んなことしてる。あーやだやだ、もう生え揃わないようながいいなんて人間のクズ。おなっも捨てたくねえ。バカめ、非常のヒットマン、闇の貴公子と呼ばれる俺を本気で怒らせるからだ。悪いや、この金はもらっていくぞ。ついでにこの写真ももらっていくぞ。いいか、あくまでもついでにだからな。ユミちゃんか。かわいいもう。おいマスター、もちっと景気のいい音楽を頼むぜ。これにはまるでお通夜だ。